お疲れ様ですさん、えー、今日のね舞姫大学の特別講義は、まあユーチューバーはオアコンだというねまあ、そんな形でお話ししていこうかと思いますけども私の大好きなねプロタンっていう YouTuber さんいらっしゃるんですよで大食い動画とかね筋トレダイエット動画とかねロケの動画とか恋愛動画とかまあでもマッチョマンなんですよ童顔マッチョマン結構面白いのがねこの動画マッチョマンあの可愛い女の子の女装をしていくとまず 男性だなないんんででですすよよねでも筋肉ムキムキキこの辺のギャップもすごく面白くって、まあ、親しみやすい、えー、表情もしてますしね、えー、まだ若い方なんですけども,もうプロタンね、うん、なかなかいいチャンネルだなと思ってたんですけどもこの方がねチャンネル登録者数200万人を超える人気 YouTuber だったんですけどもまああの最近ですねここ1日2日でこの33歳のプロタンちゃん 長年ややっってきたをもうちちょっとねやめちまおうかみたたいなことも言ってたんですよまあ一時期やめたこともあったんですけどねなんかこう精神的に参っちゃって、うん、やれなくなったみたいなね、うん、やっぱこうチャンネル登録者が、まあ、数万人ともなると、まあ、コメントの数もやっぱ半端じゃないのと、まあ、一つの町みたいなもんですからね200万人って言ったら島根県の人口だって60万人くらいですからね鳥取県も60万人くらいなんで2つを合わせてもまだね200万人に至らないわけですよ。 広島県に匹敵すするぐらいですよ。広島県が280万人ぐらいかな、まあ、ですので規模感で言ったら広島県の知事をやってるようなもんなんですよしかも職員誰もいないっていう状態で知事1人で広島県を担当してるみたいな感じですよねだからね結構な負担なんじゃないかなと思うんですよ、うん まあもちろんね精神も鍛えていかないといけなかったりするしそれに、えー、リターンも大きいんでね月収が大体ねこのチャンネル登録200万人を超えると2000万ぐらいなんじゃないかなと悪くても月収が1000万なんですよでそっからあ減収がかなり起きてきてまあ桁は1個下がったかなとだから月収が数百万ぐらいになったんじゃないですか5六百6 0 0万ぐらいまあそれでもすごいなというところはありますけどもまあでもねやっぱりこう所得っての落ちるとその落差に対してものすごくがっくりくるところもあるんですよね で、まユーチューバーはもうダメだよっていうことによってライバルの参入を減らす効果もあると思うんですけどもまあでもいずれにしても広告収入でやる時代は終わったかなというふうに考えてますねでそうなるとコンテンツ販売とかオンラインサロンに誘導ってことになったりとか DAIGO さんみたいに YouTube で集客してニコ生に、えー、こう埋めていくみたいなね まあ、そういうふうな黄金ルートもあったりするわけなんですけども、まあ、それぞれねやり方はあると思いますがまあ私たちの情報発信の仕方っていうのはまず情報発信によって注目していただいてで自分のコンテンツを販売するそして自分のコンテンツを販売した人にリピートをかけていくってことになると思いますしそれが今ね横でつながっていくところも軽くですけどもあって愛媛、まあ、大学ドリームアカデミアみたいな感じで、まあ、最近はね ええー、著名 YouTuber 高さも入ってくるのかなって感じになっています。まあ、こういう風うになんかこうある意味カルテルを組んでいくっていうのが新しい流れになるのかなと思いましたね。で従来の人気 YouTuber さんも横で繋がってコラボしたらみたいな感じで、まあなんとなく生き残りをかけていくような感じにはなっているのかなと思います。まあそういう企画をするためにもマネージャーとかが必要になってきたりとか企画とかね編集とかっていうチームに分かれていて、もう個人でやる時代からやっぱりね。 あの軍団を組む時代になってきましたねこれっていうのはブログも同じでブログっていうのも個人でやっていたはずなんですけども今ブログのアクセス収入を取っってているところっていうのはもう完全に法人ですよねもうそれこそ10人とか20人の単位でチーム分けしてサイトを作る人とかねデザイン担当音楽担当取材担当みたいな感じで分かれていって、えー、ガバメントを組んでるみたいなところで個人ではとても対抗できないなっていうね <laughs> ところがあります。 それでね今日これからのことを考えた時にじゃあ YouTuber はオワコンなのかといや違うと YouTube はまだまだ発信者が足りないよってことなんですよ新規参入に倍することをやめる人が多いですからね明確にやめるって線引きはしてないんですけどもアカウントがもうね3ヶ月更新されてなかったら現実その人はやめたというふうに私は考えてますねでその中でもやっぱりこの YouTuber として活動してる時に ファンが少ないことに悩む人いると思いますけどもやっぱ多い方が悩みなんですよねなぜなら嘆いてるのはチャンネル登録が多い人なんですよ少ない人ってのは、まあ、その少ないなりにその小さなコミュニティを運営してるわけですからバランスしてるわけなんですよあとはあの YouTube が専業なのかとかねそれとも 副業なのか,とか、そもそも収益が望んでないのかってことも分かりますけども私たちは YouTube で収益を得るってことを前提にしますんで当然全ての活動ってのは売り上げに向かうべく動画投稿なわけですよね。今回の動画投稿もこれも結局はどっかで販売につなげるための一プロセスに過ぎないわけですよ。で、えー、これからねやっぱコンテンツ販売をしていくオンラインサロンに誘導していくさまざ、あ、まな取り組みがある中で,で無視できないのは。 やっぱコラボ問題ななのかなと思いますよね誰かと何かをやっていくってことはこれ避けられないかなと個人で相当な力を持ってない限りはもうやっていけないのでなんかコンテンツを作る人要するになんかねあの塾を運営する人と毎日放送していて一定の視聴者が。 さんがね視聴者さんがいる人とか合体して商品を紹介するみたいな流れは、まあ、私たちも今ねやってますけども当然これからも起きるんだろうなと思うんですよ。で、えー、今回ねあのこの3ヶ月で覆面 YouTuber タさんは私の速価塾の放送を通じて100万以上の売り上げを作ってくれたってことも、まあ、一つね私としても励みですしそれからね私とのコラボだけじゃなくて他の方とのコラボによっても別に売り上げが立つのかなと思うと、うん、なんかみんなでね 一人のユーチューバーを育んでいくってことをなんか交代交代にやったらお互いにやっていくっていう流れが主流になっていくのかなと思うわけなんですよ。うん、で商品がうまいこと被らないようにとかね、ある意味誰かが商品を売ってる間は自分の商品のプロデュースを控えるみたいな感じで、まあそれによってこう売り上げとかを安分していくみたいな、まあまさにねそのカルテルになっていくのかなというところですよね。うん、なんかね本格的いいですねビジネスもね。 まあ、ということで、様々語りましたけども、これからの YouTuber についてちょっと語ってみましたね。まだまだ他にも考え方出ると思いますので、その都度、この真姫大学の特別講義でご案内したいと思います。それでは、いってらっしゃい。